つい最近、雨の日にワイパーをかけるとフロントガラスに白い線が2秒ほど残るのですが、これがやけに気になるようになりました。現在1週間に1度洗車の後にシリコンコーティングを施していますが、フロントガラスだけは激泡クリーナーを吹きかけてショップタオルで拭いています。これは施工後にワイパーを動かした時の状況です。このようにワイパーを動かすと白線の出ていることがわかります。この白線を取るためには一体どうしたらいいのでしょうか。今回はこの白線を取るために手持ちのもので順に確認してみることにしました。まず最初にフロントガラスにもシリコンコーティングをやってみました。普段はフロントガラスにシリコンコーティングはしていませんが、どうしてもルーフに塗布したシリコンが雨の時に流れ落ちてきますので、フロントガラスにもシリコンがついてしまいます。したがってこのシリコンが原因であれば、今回のシリコンコーティングによってさらに悪化するだろうと考えたからです。画像を見ると少し悪くなったかもしれませんが、先ほどとそう変わりません。すでにシリコンがついていたからだと思われます。そこで次にワイパーブレードにもシリコン塗布をしてみました。 YouTuber さんは口を揃えてワイパーブレードだけはシリコンをつけないようにと言われていますが、その理由が白線が出ることと関係しているのであれば、もっと端的に白線が出るだろうと思ったからです。これはシリコンをつけた後の状態ですが、兄はからんやです。むしろ白線に関しては良くなったという感じです。次は逆の状態、つまり徹底的にシリコンを取り除いてみます。シリコンを取り除くのには激泡クリーナーがいいという話を聞いていますので、フロントガラスとワイパーブレードに激泡クリーナーをかけて拭き取ってみました。しっかりと取るために3回かけて拭き取りました。この状態で先ほどと同じようにワイパーを動かしてみました。これを見る限りは明らかに悪くなっています。白線が面状に広がりました。激泡クリーナーではシリコンを除去できても白線を取る効果はないようです。ワイパーのゴムの部分、いわゆるワイパーブレードですが、これを1年ほど交換していませんので、これを新品に交換してみました。ワイパーを動かしてみます。ブレードを新品にした効果は全くありません。白線が出ることにワイパーブレードは関係なさそうです。最後に油膜などの付着物を取る効果があると言われている小麦粉水を試してみます。ワイパーブレードを古い方に戻して、これも小麦粉水で磨きました。確認してみます。やはり白線は出ますが、出ている時間が今までに比べると少し短くなったと思います。まだまだ完璧ではありませんが、今までの中では比較的いいように思います。最後にもう一度ワイパーブレードも新品に交換しました。やはりワイパーブレードを変えてもほとんど変化はありません。以上の実験から言えることは、白線が出る要因はシリコンではなくガラスに付着した油膜類だったということはほぼ間違いなさそうです。ただその影響を取り除くには2つの方法があって、1つはシリコンをフロントガラスにもワイパーブレードにも塗布するというやり方、
もう一つはフロントガラスに付着している油膜類を取り除くというやり方です。後者の方が本来効果は大きいはずですが、思ったほど良くなりませんでした。それはガラス面にガラス系コーティング剤を施しており、多分それが影響しているからだと思われます。したがって小麦粉水の代わりに研磨剤を使えばもっときれいに取れたと思いますが、残念ながらこれは専用工具を使いますので自分ではやることができませんでした。ということで、当分は今回の実験で比較的良かった2つの方法を用いてしのぎながら、引き続きさらにいいやり方を探っていきたいと思います。